ヤッホーとまるでーす。ちょっと噛んじゃった。ゴールデンウィーク10連休イエーイ。10連休ってすごいよね。もうびっくり。ってことで本日4月27日は何の日かというとね、テスラの一番くじの発売日でーす。イエーイ。私の4月の本命の一番くじはね、このテスラの一番くじで、前回のテスラ一番くじが噂によるとね、なんか速攻完売したっていう噂を見たんで、ちょっと買い逃さないようにね、朝一でお店に行って買ってきました。今回80本中ね、5個しかフィギュアがなくて、結構ハードだよね。前回が速攻売り切れたっていうのを考えるとね、様子を伺いながら買うっていうのだと売り切れちゃうんじゃないかなって思ったんで、もうちょっと一か八か朝一でね行って、誰も引いてない状態でちょっとくじを引いてきたんですよ。で朝一で行き過ぎちゃって、多分そんな早くから一番くじ引きに来るやついねえだろうなって多分思ってたんだと思うんですけど、準備ができてなかったみたいで、聞いたらね、裏から出してくれたんですけど、くじがね、繋がってたんだよね、結構。なんかちょっとその繋がったくじとかにも注目しながらね、私の引き様をね、ご覧ください。果たして、フィギュアが出るのか、はたまた爆死するのか、ご覧ください。選べるやつ、選べないやつがありまして、はい、最初にいい賞ですね。これですね、このいい賞の中の顔が微妙に表情が違うやつ、スクイーズのうちの2つですかね。2つこの中の、まあ、どれか1個は取れない。これとこれです。これとこれで、はい、はいはい、3つ。これが2枚。同じの2枚でも大丈夫ですし、ここでこれで、はい、F が3つです。これで、
OK? E がお選びいただけるんですけど、どちらにおさえますか？E が真顔のやつで、D はこれで。E のフィギュアが E がこちらの色紙でお間違いなかったですか？クイズ真顔です。あ、待ってよ。すみません、ちょっとどれが分かるか分からない。2でございます。2はラバースタップの章、 F が1、2、3でございます。はい、ってことでね、じゃらーん、ミリム来てくれました。超かわいい。あ、かわいい、めっちゃいい出来な気がする。ちょっと後で開けてくんだけど、80本中さ、2個しかないミリムを引き当てるって結構すごいんじゃないかって私は思ったんですけど、すごくないですか？それまあ引き的にどうなんだろうね。結構微妙なのかなって思うんですけど、当たったのをね、見ていきたいと思います。もう今回のくじ、ぶっちゃけね、全部可愛いから、いつも言ってんだけど、フィギュアだけが欲しい、他はいらないっていうわけではなくね、もう、全部の賞が可愛くてどれも欲しかったからね、本当に無事に引けてよかったなって思うんですけど、ラインナップ紹介を含めながらね、一個一個解賞から紹介していきたいと思います。 ABCDEFGG が一番最初。今回は私21回やったんですけど、なんで21回っていう半端な数をやったのかっていうとね、1回分ねポイントが貯まってね、タダでできたんですよ、ポイント使って。そうだから21回って半端な数でやってきたんですけど、早速ね、解賞の G 賞から紹介していきたいと思います。 G 賞が7個当たりました。はい、でまずパッケージ、かわいいよね。でね、こんな感じ。もちろんね、リムルは欲しくて、スライム含めてね。あとシュナちゃんも好きだから、シュナちゃんも欲しいなって感じですね。結構ランダムでバラバラでね、いろんなところから引いてきたんで、ダブってないといいなって思うんだけどね、どうなんだろう。2個ずつぐらいだよね、でもきっと。ダブってないはずよ、わかんないけど。じゃあ、いきまーす。まず1個目。せーの、シュナちゃん、シュナちゃん、シュナちゃん、ほい。一瞬何かと思った。リムルだ。なんかこれが髪の毛に見えてさ、こんな子いたっけとか思っちゃったんだけどね、リムルでした。かわいいっていうか、なんか男の子みたい。これちょっと男の子っぽいリムルが当たりました。はい、かわいいね、夏って感じ。なんか春通り越して。じゃあ次いきます。2個目、シュナちゃん、シュナちゃん、シュナちゃん、こい。あ、ダブった、嘘。早ダブんの。あれかな、リムル多く入ってるやつかな、もしかしたら。もう同じのいらないんだけど。シュナちゃん、シュナちゃん、シュナちゃん、来い。おー、誰だっけこれ。ソウエイだ。ソウエイが当たりました。はい、じゃーん。いきまーす。シュナちゃん、シュナちゃん、シュナちゃん、来い。おー、かわいい。スライムのリムル。じゃーん。かわいいわ。いきます。シュナちゃん、シュナちゃん、シュナちゃん、来い。あ、男の子ばっかりだな。ベニマルです。ちょっと、女子当ててよ、女子。あ、でもかっこいいよね。てか、白道とさ、黒兵衛がいないのがかわいそうなんだけど。これさ、リムル減らせば入れられたよね、二人。はい、ってことで、あと残り2個ですね。当たってないかな、シュナちゃん。これでもうさ、シオンちゃんとシュナちゃんでいいんだけど、私揃うから。いきます。シュナちゃん、シュナちゃん、シュナちゃん、来い。あ、かわいい。リムル、リムルテンペスト、じゃらーん。すごい表情が全然違う。こんな感じです。ってことで最後だ。ダブってないといいんだけど。いきます。シュナちゃん、シュナちゃん、シュナちゃん、来い。ダブもうシュナちゃん当たってないし、そもそも。はい、っていうことでね、ショックショック。結構バラバラに引いたのに2個もダブっちゃった。こんな感じです。はい、
シュナちゃんとシオン当たってなくてショックなんだけど。ってことでね、次はね、F 賞ですね。こちら。F 賞のね、ミリムのラバーストですね。リアムとミリム似てない？なんか発音っていうかさ、カタカナっていうか。なんか時々間違えて言ってたらごめんなさい、もしかしたら。私高校生の時もさ、西山くんと西田くんだったかな、の区別がつかなくて、二人の名前呼べなかったんだよね。どっちがどっちかわかんなくて。ってことで、こちら。F 賞はね、7個当たったので開けていきたいと思います。しずさんとミリム狙いかな。まあ、ミリムはさすがにね、当たってるとは思うんだけど、しずさん当たってるといいな。しずさん、しずさん、しずさん。ほい。あ、ミリム。じゃらーん。かわいい。ダブってそうだな。ミリムなんかダブってそうな気がする。しずさん、しずさん、しずさん。ほい。おー、ラミリスちゃんです。妖精ちゃんのラミリスちゃんが当たりました。かわいい。これ多分さ、あれだよね、こっちはミリムがいっぱい入ってるのかなって勝手に予想してるんだけど。次いきます。しずさん、しずさん、しずさん。ほい。あれ？あれ？ちょっと待って。ね、ダブんの早くない？いきます。じゃあ次。しずさん、しずさん、しずさん。ほい。あ、これ誰だっけ？レオンですね。レオンが当たりました。レオンです。じゃらーん。はい。ゴブリン村の子たちをラバストにしてほしかったんだけどね。いきます。しずさん、しずさん、しずさん。ほい。あ、え？結構すごくない？ばらけて弾けてる。ディアブロが当たりました。じゃあディアブロです。じゃあ次こそはしずさん出てますように。しずさん、しずさん、しずさん。はい。おー、かわいい。あ、パッケージのじゃん。やった。パッケージのミリムが出ました。かわいい。嬉しいな、ミリム。あ、でもこれラス1です。はい。これでしずさんが来てんじゃないかな、意外と。コマルチャンネルは意外とそういうの持ってるからね。はい、しずさんでしょう。しずさんだよね。ディアブロ。どっちもお目当て出なかったんだけど。コマルチャンネルはそういうもんだよね。はい、ってことで、こんな感じでした。こっちもね、2個ダブりました。ダブっちゃったよ。はい、ってことで、次が色紙だよね、多分。ABCDF、そう。ABCDF、そう。色紙、3枚ね、ゲットできたの。じゃらーん。で、次、ミリム。じゃらーん。さりげなくね、ラミリスもいます。はい。同じ感じなの、これは。だから最初にこの2枚選んだんだ。で、最後にね、残りの1個も無事にゲットできました。もう夏だよね、これ。夏って感じじゃない？縁側めっちゃいいですね。縁側に何の接点もなかったけど、私。私でも実際に縁側に座ったことってないかもしれない。みんなある？こんな感じでーす。かわいい。この色紙ね、めっちゃいいよね。色紙ケースに入れて飾ろうかな。はい、こんな感じです。かわいい。でね、次が、あ、待って、間違えた。いい賞抜かしちゃった。はい、ってことね、抜かしたいい賞はね、はい、揃ったの、これ。真顔じゃん。はい。ちょっとポってなってね、頬を染めてる。ちょっと険しい顔の。でね、揃いました。こんな感じ、揃ったの。かわいい。で、最初にこの2つ選んでさ、最後にこの真顔のを選んだんだけど、あの真顔のやつでって言ったら店員さんがね、困ってましたね。え、真顔どれですか、みたいな感じで。スクイーズってさ、どうなんだろう、開けたまま保存しとくと劣化しちゃうかな。袋に入れといた方がいいのかな。あ、気持ちいい。もぎ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 もにもにしてる。いいで
ですね。うん、かわいい、見てかわいい。いいね。そういう。すごいね、ワンピースの世界じゃないこれ。ワンピースの世界のバストになれちゃう夢のアイテム。あかわいいな。え、これこのままさ、積み重ねて飾っても大丈夫かな。え、かわいい。てってってってれ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 、串に刺さってた。いいね。私ね、なんだかんだこのスクイーズ欲しかったんだよね。だけどまさかね、コンプできるとは思わなかったし、これ早く行かないとさ、多分なくなったりしたりでコンプできなかったりするからね。やっぱね、なんだかんだ朝一に買いに行ってよかったなって思います。はい、まあ欲を言えばね、クッションも欲しかったんだけどね。スクイーズってでもあんまりグニグニするとシュワシュワになんない？プリント剥げてきません？これ大丈夫かな？ちょっと大事に扱いたい。で、D がさっきの色紙で、で、C がね、このクッションだったんですけど、当たんなかったです。ちょっと欲しかったんだけどね、残念。はい、で、次 B 賞が、じゃーん、これです。フィギュアー。ぶっちゃけ私ね、当たるとは思ってなくて、嬉しい。かわいい。じゃーん。まずお顔、こんな感じです。かわいい。くる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 、じゃーん。どうでしょう、めっちゃ良くない？ほら、この角度がかわいいかな。こんな感じ、くる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 。ここもね、結構セクシーよ、ほら。あー、セクシー、かわいい。アイプリがさ、すごい綺麗なの、ほら。結構そのまま出てきた感じのクオリティじゃない？ほら、かなりできいい気がします。このカラーリングもね、あんまりはみ出しもないし、ちょっとここパーティングラインが気になるんですけど、それぐらいかな。ほら、めっちゃいい出来な気がするよ。いつだかの夏のね、春菜の水着のフィギュアと同じぐらいにいい出来なんじゃないでしょうか。私の中での一番くじで一番出来が良かったのが、その春菜の水着の一番くじだから、これね、結構すごい。 A 賞すでに私ネットで買っちゃったんですよ、安く売ってたんで。なのでね、届くのが今からすごい楽しみなんですけど、 A 並べて飾るわ。っていうか、テンスラゾーンがないからね、どこにテンスラのフィギュアを置くかを全然考えてないんですけど、ちょっとスクイーズと、あの色紙がね、もうコンプしちゃったから追撃しなかったんですよ。どうせダブっちゃうし、でダブったの売るのってめんどくさいじゃないですか。だからね、やんなかったんですけど、ミリムがね、当たると思わなかったか、本当に嬉しいです。ということでね、今日から発売なんで、まだ買ってない人はね、ちょっとお店に急いでゲットしてください。多分ね、今回もすぐ売り切れちゃうんじゃないかなって思うので、今すごいからね、テンスラ人気、うなぎ登りっていうか、右肩上がり？こっち左だ。ということでね、最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。新宿でさ、今キャラポップストアやってますよね。テンスラの。ちょっと気になってるんだよね。ちょっと行った人いたらね、感想を教えてください。光に当てるとすごいなんか、綺麗に透き通ってね、美しいですね。1万円使ってやったけど、今回全く後悔がないですね。この一番くじほんと可愛いです、はい。まあ唯一心残りはね、ラバストがね、お目当て当たんなかったことかなって思います、はい。